はい、皆さんこんにちは。司法書士 YouTuber の加陽まりのです。相変わらずね、コロスケウイルスの、情報がね、本当に、各地を飛び回っていて、ついに日本ではね、非常事態宣言が、発令されていて、世界各国から、遅いということで、何をやっても、ちょっとね、政権側が叩かれる、状況となってきております。でそんな中で、資格試験の、延期中止がですね、相次いで発表されております。ここにちょっと書いたんですが、トイック英検、イタリア語検定等々ね、猫検定っていうのもあるみたいなんですが、これら等々、全て中止になっております。これ列挙したのはほんの一部で、もうありとあらゆる、この時期に行われる資格試験が、中止になっていて、銀行業務検定とか、その会社内、社内で取らなきゃいけないような資格試験に関しても、みんなどうなんだっていうことでね、強制的に生かされる人は不安を、募っていたんですが、こちらも、もともとあった、日程を4月29日で延期の挙句、非常事態宣言が、後押しして、中止というようなことになっております。で、資格試験自体がですね、延期だったりとか中止になる理由としては、まさにですね、3密ですね、密閉、密集、密接ですかね、3密が兼ね備えられた、そんなね、条件下に資格試験の会場というのはどうしてもなってしまうというところがあるので、泣く泣くの中止延期というのが発表されております。で、私たち、私もね、司法書士という、資格系 YouTuber であるので、資格試験のことをどんどん発信していこうと思うんですが、やっぱりね、司法書士含めてですね、難関資格の受験生というのは非常にね、この時期、メンタルもね、大変だと思います。で、最近ですね、コロスケウイルスの影響でどうなるかとささやかれていた、司法試験ですね、弁護士、裁判官、検察官になる、司法試験に関しては、5月13日から4日間行われる予定で、ございましたが、これがですね、延期となっております。で、司法予備試験の方もですね、延期が決定しておりまして、実際その日程はですね、今現在未定という状況になっております。で、公認会計士、会計士担当試験ですね、これが5月24日一応行われるんですが、現時点では開催をするというふうに、出ております。でただし、一定の、ね、条件下、きちんとですね、感染拡大防止策を取った上での、実施を行うということを、表明しております。そして不動産鑑定士です。5月10日にございますが、ここはですね、今現在時点ではですね、全く情報を出しておりませんので、やるかやらないかもうわからない、やるとしてもどういった形でやっていくのか、そのあたりがわからないという状況になっております。で、私の資格、司法書士試験ですが、これはですね、試験自体は毎年7月の第1週目の日曜日に行われておりますが、ちょっと7月ということもあると思いますが、現在情報は出ていないという形になっております。で、こういった司法試験だったりとか会計士試験っていうのは、日本のですね、超難関資格と呼ばれている試験でありますから、受験生もですね、やっぱりこの1年に1回に、1回ないしは2回行われる試験に合わせてですね、猛勉強しているわけですよね。で、私も司法書士の受験生であったのが、つい最近のことなので、本当にね、よくこの延期とかね、先の見えない、開催されるのかわからない、この不安というのはもうこの難関資格の受験生にしかわからないものだと思います。実際ですね、こういったニュースでやっぱりね、ニュースのコメント欄とか読んでいても、仕方ないよねというようなね、こととか、そんなことしか書かれていないんですが、実際のね、本当に受験生からしたらもうたまったもんじゃないと思っております。やっぱり、もう命をかけてやってるわけですから、受験生からすればですね、もう何だろうが開催しろっていうような気持ちでやっぱりいっぱいだと思いますけれども、一方でね、勉強間に合ってないって人に関してはラッキーっていうところももしかしたら、あるかとは思います。で、これはオリンピックが延期になったっていう話とも似ていると思うんですが、スポーツ選手もね、やっぱりそこに合わせてトレーニングをしている。で、受験生もこの試験に合わせてですね、勉強しているというのもあるので、延期によって試験の結果がですね、変わってくる人間というのも、多くいると思いますが、やっぱり、スポーツ選手と同じでですね、受験生も自分一人で、練習をしていくものですから、
先が、まあ、そんなにね、やっぱり司法試験の試験運営側もですね、ずっと開催期限を未定にしておくということはしないと思いますので、とりあえずはね、試験日程が出るまではですね、今まで通りやっぱりこう勉強していくしかないのかなという気も、しております、まあ、本当にね、受験生にとっては厳しいと思います。で、司法書士とは、司法試験に関しては、いよいよね、民法の大改正も行われたばかりですので、非常に勉強が不安定だと思っております。なんですけれども、やっぱりこうこんな時だからこそですね、予備校の先生、受験指導のプロの先生の、まあ、指導をとにかく聞く、これがもう本当に大事だと思います。まあ、このコロスケウイルスの影響関係なくですね、試験に資格、こういう難関資格に受かる人の特徴というのは素直な人、先生の言うことを聞く人なので、こういう時だからこそ受験指導の先生の、もう言うことをとにかく聞いて、試験の日程決まるまではですね、やっぱり頑張っていただきたいと思っております。で、司法書士の試験も、まあ、7月なので、もしかしたら、まあ、収束するかもしれませんけれども、まあ、ちょっと何が起こるか本当に分からない状況なので、まあ、気を落とさずですね、気を落とさずと言っても無理だと思うんですが、どうぞね、頑張って、できることをもうやっていくしかないと思っております。まあ、そういったところで各、ね、資格の、開催日程延期とかね、中止の、情報等がね、分かりましたら、皆さんにまたね、お知らせしたいと思います。まあ、ちょっと難関資格が中止になるというのはですね、なかなか考えづらいんですけれども、まあ、オリンピックが延期になるという前代未聞のことも起きておりますので、もう1年ぐらい、ね、勉強する、まあ、覚悟をね、ちょっと、厳しいこと言いますが持って、やっていってほしいと、思っております。ということでね、負けずにね、頑張ってまいりましょう。今日は以上でございます。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。